ドゥサッカークラブの皆さんにインタビューしたいと思います。それではちょっと簡単に自己紹介をお願いします。はい、ドゥサッカークラブのキャプテンの渡辺健人です。ドゥサッカークラブ副キャプテンという役です。斉藤寅介です。相田です。はい、ネタ枠の鈴木聡です。面白いことやってくれるのかなこれね、きっとね。はい、きっとです。はい、キャプテン、このサッカークラブどんなチームですか？はい、まあやっぱみんな仲良くて、まあ面白いサッカーチームです。面白いサッカーチーム、はい、どんな風に面白いんですか副キャプテン？やっぱメリハリを持った面白さですね。メリハリ持ったからの一人一人個性豊かで最高のチームです、うん、なるほど。そしてメータ枠最高です。キャプテンいいですね。いいですか？いいですね。まあもうちょいネタが欲しいです、ね、もうちょっとネタが欲しい。最高です。どんな選手が今後ここのサッカークラブに増えてほしいかちょっと教えてもらっていいですか？どうぞ。まあそれかなり内輪ネタなんかもうそういう人がいるの？出てきてもらえばいい。ちょっとさすがにあれだからピー音出すけど大丈夫？はい、大丈夫です。ピーとか。なんかいけないこと言ってるみたいな。いけないこと言ってみたいになっちゃうけど。今後なんかこのサッカークラブが目指してるところ教えてください。日本一です。全国。はい、お、全国日本一。どんなね未来がねこのそのチームにね来るか、皆さんぜひ応援していただいて。動画終わるからよし、じゃあそれで終わろう。はい、あー OK です。ありがとうございます。サッカークラブの皆さんです。やらっ今から今から誇張しすぎた神永コーチがいます。強力心臓はい、ありがとうございます。速すぎて見えないから投げる。おお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 おありがとうございました。ラグビーのニュージーランドの墓を、やります。あれ、クマコチ？あれはダメです。クマコチやった方がいい。クマコチ、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 何やるの？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 デブロンチームか。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 じゃあ滑りまーす。フィンクス追い込まーす。大丈夫ですか、森森さん。どうぞ。こっちはめっちゃ臭い、こっちはめっちゃいい匂い、予報を嗅ぐとちょうどええー、ちょうどええー、ありがとうございました。完全にテロップ入れてきますから、もう素晴らしいコーチですね。
あれ、サイズする。誰か嗅いだことある実際に。ないです。いや、嗅いでみないよ。いい匂いかもしんないよ。タカノ、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 やっとけ。カズキ行こうぜ。現在よ。それはさすがやめ。ソウシ、嗅いでこい。じゃあ、キャプテン言うよ。いや、ここは。マジでやめて、マジでやめて。キャプテン。じゃあ、こんな感じで。はい、ありがとうございます。はい、ということで皆さん動画はいかがだったでしょうか。鼻水じゅるじゅる。ですね、あれから結構日が経ってしまいまして、多分ラグビーのネタもありましたけれども、まだワールドカップやってたんですね、あの時ね。ドゥサッカークラブさんに行ってまいりまして、もうあのめちゃくちゃあの元気すごくないですか。あの僕普段動画撮ってて編集してこういう最後に考察するの初めてなんで、まあ、ちょっとね、いつもとは趣向を変えてやっていこうと思います。すっげえ元気なあのね、中学生だとジュニアユースと。でそのドゥサッカークラブさんには、まあ、ジュニアユースもあるし、サッカースクールとしてトップチームっていうのもあって、このトップチームはうん社会人2部リーグでも戦っているんですね。であのこの作った人が、実はもう現役のプロサッカー選手 J リーガーです。代表の方は近藤直也さんという方で、もともとつくば市出身、つくば市の竹園東中学校から竹園高校に行って、で最初はキャリアは確かごめんなさいね、最初のキャリアは柏レイソルでいいんだよね、柏レイソルに、まあユース時代、柏レイソルのユースからジェフユナイテッド市原千葉ですね。で東京ヴェルディに今いて、もともと日本代表もにも選ばれて、活躍されている、で近藤直也さんという方が、まあ、代表なんです。だからもう本当 J リーガーだったり、まあその社会人でサッカーずっとやってきた方々が指導をしているという素晴らしいサッカーチームでございます。今回はですね、まあ、こういったコラボレーションをさせていただきました。ありがとうございます。というサッカークラブの皆さんの拠点は、あの今はつくば市ではなく土浦の方の荒川沖の駅前にめちゃくちゃいい、あのこの後動画でね、あの芝が張られてネットもあってもうしっかりと囲まれて、めちゃくちゃ素晴らしいいい施設を使っていますので、ぜひ皆さんサッカーに興味のある人は見てみてください。ということで、今回は、いろんなおちゃらけた感じでやってますが、彼らの試合をですね、今度は一緒に、一度の見に行ければなと、応援に行ければなと思っております。ということで、私のモリモリ博士とコラボレーション企画 Do サッカークラブの皆さんと一緒に踊ってみました。サッカー、ジュニアユースの皆さん、本当に練習ですね、冬は怪我しないように、たくさん練習して、自分の目標全国日本一目指して頑張ってください。僕もですね、応援いたします。では皆さん、お約束お約束、ぜひですね、この動画が面白いと思ったら、いいねボタン、高評価、そしてもっと見たいなと思ったらチャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは、まあ、僕一人でやりますんで、最後にもしよければやってください。いきますよ、元気モリモリ、バイバイ。はい。
南アフリカ待ってるよ。なんかして明日お前現地明日どうしよう。え、全部さ、荷物持ちく？ゆりだって魔法の言葉、魔法の数字、みんな誰でも魔法使い。ハッピーぷぺぽ。